映画監督。1979年の映画、シャンプで、ゴールデングローブ賞新人男優賞を受賞するほどの、花々しいデビューを飾り、その後もシットコム、シルバースプーンズなどに出演。成人後も、ロンサムダブや、NYPD ブルーといった、テレビドラマに出演している。ニューヨークシスタテンアイランド生まれ。母ダイアンは、電話会社社員で、 父リチャード・バートレット・シュローダーは、電話会社の地域マネージャーだった。リックには、ドーンという名の姉がいる。9歳の時デビュー作、チャンプで、ゴールデングローブ賞新人団優賞を受賞した。翌年、ディズニーの長編映画、ザラスト・フライト・オブ・ノアズ・アークに、エリオット・グールドと共演。演技が悪いわけではなかったが、工業面で失敗した。1980年、 映画、リトル・プリンスで、アレック・ギネスと共演。この映画の前後に放映された、テレビシリーズ、シルバースプーンズの主人公、リッキー・ストラットン役で、スターとなる。シルバースプーンズ放送終了後、カラバサス高校に通った。成長した、彼は、本格的な俳優になろうと努力し、俳優として成長したことを示すために芸名を、リッキーからリックに変更した。 なお、VH1 の、100グレイテストキッドスターズの18位、100グレイテストティーンスターズの33位にランクイン、した。西部ミニシリーズ、ロンサムダブとその続編、リターントロンサムダブに出演したことにより、大人の俳優としての認知度が高まり、NYPD ブルーの、第3シーズンにおけるダニー・ソレンソン、ダナルー・リッテンハウス女性クリニックのディラン・ウエスト、医師、 2007年に放送された 24-24- 24のマイクドイルといった役で視聴者への認知の土台が固まった。2004年、シュローダーはナバホ族のボクサーを主人公にした映画 EN ブラッククラウドの監督と脚本を務め、またブラッド・ペイズリーとアリソン・クラウスの楽曲ウイスキー・ララバイの PV を監督し、自身の娘と息子と共に出演もした。 2005年、その PV が W.CMT Music クアワ r s においてコラボレーティブビデオオブザイヤーを受賞し、シュローダー自身もディレクターオブザイヤーを受賞した。2007年、シュローダーは 24-24- 24の新シーズン放送に合わせて芸名をリッキーに戻すと発表した。現在は 児童虐待防止及び救済のための非営利組織、チャイルドヘルプの大使を務めている。1992年9月26日に、アンドレア・バーナードと結婚し、今日までに4時を設ける。なお、アンドレアは、TV チャンネルブラーボにおいて放送された、トップデザイン第2シーズンで挑戦者として出演するが、第8回で家族に会えないストレスから次のステージを、辞退した。 インテリアデザイナーである。シュローダー自身は、共和党員で、2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ w ブッシュを支持し、2008年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・マケインを支持した。また、2000年には、フィラデルフィアで開かれた、共和党全国大会に参加している。末日聖と、イエス・キリスト教会に改修している。ありがとうございます。